ナタリー・トージア、ナタリー・トージアは、フランスの女子プロテニス選手。1998年のウィンブルドン女子シングルス、準優勝者。2001年の全米オープン女子ダブルスで、キンバリー・ポー・メス・セーリとペアを組んだ準優勝もある。身長165センチメートル、体重63キログラムと、小柄な体格の選手で、独特な片手打ちのバックハンドスライスとネットプレーを、 最も得意にした。WTA ツアーでシングルス8勝、ダブルス25勝を挙げた。ウィンブルドン準優勝の後、30歳を過ぎてから世界ランキングトップ10に定着した女子プロテニス界では遅咲きの選手だった。当時やは中央アフリカ共和国の首都バンギで生まれ、8歳まで当地で過ごした。4大大会初出場は16歳の時で、 1984年の全仏オープンであった。地元の同大会では7年後の1991年に出したベスト8進出が自己最高記録である。この時は4回戦で日本の沢松直子選手に7から5、2から6、12から10ですり勝ったが続く準々決勝でシュテフィグラフに3から6、2から6で乾杯した。 ウィンブルドンでは1992年、1997年にベスト8進出があり、1998年に30歳で初の決勝進出を果たす。これはフランスの女子テニス選手として、1925年のスザンヌランラン以来73年ぶりの進出であった。その決勝戦では、ヤナノボトナに4から6、6から7のストレートで敗れて、 準優勝になった。その後もウィンブルドンでは1999年と2001年にベスト8進出がある。当時あのプレースタイルはウィンブルドン選手権で最大の威力を発揮した。女子国別対抗戦、フェドカップでのフランス代表としての活動歴も長く、1997年のワールドグループ1回戦で当時やは東京、 有明コロシアムで沢松と再び7から5、4から6、17から15の激闘を戦っている。フランスチームはこの年にフェドカップ初優勝を果たした。ところが2000年4月、当時やは,は女子テニス界の裏側という内名の暴露本を出版する。この著書にフランスのチームメイトへの批判的な内容も含まれていたことで、彼女は 同年のシドニー五輪のフランス代表を外された。当時やは2001年のシーズンを最後に女子ツアー大会のシングルスから撤退したが、最後の4大大会シングルス出場となった、同年の全米オープンは4回戦進出で終わった。ダブルスでは2003年まで現役を続行し、最後の試合出場は2003年全仏オープンの女子ダブルス1回戦であった。 2005年1月、長年のテニス界への貢献に対し、レジオンドヌール勲章が授与された。ありがとうございます。